はいどうも、今日はですね、またついフェミがやらかしてると。まあ、ついフェミというかね、S フェミニストの皆さんがね、やらかしてると。もう S フェミニストというか、もうただのバカですね。はい、バカです。こいつらがね、何やら、炎上させ、何やら、その、なんていうかな、何にも悪くないものを炎上させてると。うん、いう風なことがね、あったので、それをね、話していきたいかなという風に思います。もうね、この人たちはね、いつまで経ってもこういうことやるんですよ、多分。人間っていうも、人類っていうものがずっと生き続ける限りは、こういう人間っていうのはやり続けるんですね。何にも、こう、悪くない人をやり玉にあげたりとかして、いう風な感じだと思うんですよ。うん。まあね、最近の世の中の流れっていうのがどんどん変な方向に行ってるのでね、その、例えば自由とかね、LGBTQ というか、自分が、性的マイノリティとか、マジョリティじゃない、その多数派じゃないことを盾にして自分のわがままを通そうとする輩がね、最近すごい勢いで増えてきてるのでね、何としてもこれは止めないといけない流れなのでね、私もね、この、流れを止めるべくね、まあ自分なりにできることをやっていこうかなっていうふうに思うんですよね。はい。じゃあ、サンキュークッキーの話になるんですけども、サンキュークッキーとは何ぞやっていう感じなんですけど、まあ妊娠してるからサンキューしますと。そのために、こう、クッキーを配った人がいたわけなんですよね。まあこんな感じで、これですね。タブ変えちゃいけないんですよ。まあ、サンキューいたしますっていう風な、メッセージが書いてあるクッキーを職場に配ったと。で、それに対してフェミニストが、不妊治療をしてる人に対する配慮ができてないというわけのわからない理屈で、炎上させているという風な感じですよね。いや、バカかと。何を考えてるんだという風な感じですよね。例えば、高校3年生が東京大学受かりましたと。いう風なところに、今から受験する高2生の、配慮がないんじゃないかみたいな、そういうことですよ。そういうことなんですよ。それと言ってることと一緒なんですよ、多分。うん。いう風な感じだと思うんですよね。その、受験に置き換えるとそういう風な感じになるんじゃないかなと。で、就活だったら、例えば、なんとか証券に受かりましたと、なんとか銀行に受かりましたっていう風な、まあ、受かりました。内定出ましたか。内定出ましたっていう風な、メッセージを大学4年生が出したと。で、そしたら、今から就活する大学3年生に対する配慮が足りないんじゃないかみたいな、そういうことですよ。そういうことを、このバカたちは言ってるんですよね。はい。意味がわからないですよね。うん。むしろ配慮どころかね、その勇気をもらえるんじゃないですかね。え、あの先輩なんとか銀行内定したの？じゃあ俺も行けるんじゃないのみたいな。そういう、ね、勇気をもらえるかもしれないわけじゃないですか。なのに、そういうのを潰すわけですよね、フェミニストの皆さんは。うん。何がしたいのかっていうと、結局、自分の自己満足なんですよね。うん、自己満足で、なんていうかな、満足してるという、自己満足を、ネットの中で完結させてるっていう風な感じですね。で、しかも何かを作り上げるとか、そういうわけじゃなくて、ただ単に幸せそうな人を貶めて、自分の側に近づけて、自己満足を達成してるという風な感じですね。うん。ちょっとクッキーの話じゃないんですけど、なんかね、弁当、なんかね、ステーキと、なんか米だけの弁当が、なんか炎上させられてたんですよね。なんかね、なんだっけな、あれもなんかわけのわからない、あれで炎上してたんですけど、うん。まあ、つまりはそういうことなんですよね。文字が読めないとか、そういうわけじゃないんですよね。ただ単に願望なんですよね。サンキュークッキーっていうものが、写真付きであげられてました。米とステーキだけの弁当が写真であげられてました。確かその人はね、建設会社的な、結構ブルーワーカー的なので働いてたんですよね。で、そこで、スタミナ弁当っていう名目で米とステーキだけの弁当を持って行ってたんですよね。で、それが、あるかな？どう行けばいいかな。これで行けるかな。こういう感じのステーキ弁当じゃなくて、その、なんだっけ、手作りステーキ弁当的な感じだったんですよね。その、店が出すやつじゃなくて、ちゃんと自分で作ったやつなんですね。ちょっと、ないですけど、ないですね。ごめんなさい。まあいいや、とりあえずなんかそういう炎上があったんですよ。で、これは結局願望なんですね。願望。自分たちと同じじゃない境遇の人は気に入らないから、なんていうかな。炎上してほしいみたいな、そういう願望なんですよね。うん。まあ、わけのわからないことを言ってるわけですよ、ついフェミの皆さんは。うん。まあね、もう、論外ですね、論外。そんなんだから、こう、幸せになれないんですよね。なんか、樽を知るじゃないけど、そういうのがないんです。
うん、結局なんかツイフェミの皆さんはそのねじ曲がってるとか言われてますけど、そのなんていうかな、多分もう生まれた時からそういう感じなんじゃないのかなっていう風に思うんですよね。うん、なんかまあなんかねじ曲がる方法っていうのはいっぱいあるんですけど、まあ一回も優しくされないからねじ曲がるっていうのはないと思うんですよね、あんまり。どうなんだろう。なんか女だからっていう特権を受けられないからねじ曲がったんじゃないかっていう風な意見もあるし、まあそれも僕は一理あると思うんですけど、でもこういう人たちってそのなんて言えばいいんかな、なんかやってもらって当たり前みたいな、そういう風な思考回路がどっかにあるんですよ、ね。やってもらって当たり前だから、全部自分たちが悪いと思わないんですよ。うん。まあ何でもやってもらうみたいな、面倒な仕事は全部男にやってもらう、重い荷物を運ぶのも全部男がやってもらう、変な書類というか、クレーム対応とか、そういうクレームの、処理をするための書類も全部男にやってもらう、で自分はお茶組だけみたいな、それはさ、ちょ申し訳ないんだけど、そんなんで収入上がるわけないですよね。うん、僕でもわかるんですよ、僕でもわかることをなんかこの人たちはわからないんですよね。うん、まあクッキーに戻そうか。あれ？いう風な感じなんですよね。うん。あ、これだったっけな。さっき見た、記事で、なんかね、あったんですけども。まあ、この方が、今の、さっき僕が申し上げたクッキーの炎上についてね、私見を述べているわけなんですけども。まあ、こういう炎上怖いよねみたいな、そういう風なことで、まあ、言ってるわけなんですけど、まあ、怖いですよね。まあ、確かに怖い。うん。まあね、なんか、それがネットだからね、なんだっけな、ビル・ゲイツも言ってたな。ネットで世界が便利になると思ったら、クレイジーなやつが仲間を見つけるために集まる道具になっちゃったみたいな。なんか、そんなことを言ってました。はい。まあね、結局、まあ、なんか、ネットもそうですけど、まあ、なんでもそうか。だから結局ネットとかも便利に使えばいいのに、その人を傷つけるためだけに使っているような連中がちらほらと、まあ一定数いるっていうのは、まあ残念ながら、今の現状なんですよね。まあ何でもそうですけど、例えば包丁でも、まあ料理に使って、人を喜ばすことができたりとか、まあ、自分の健康管理をできるみたいな、そういう風な、面もある一方で、人をね傷つけるために包丁を使うことだってできるわけじゃないですか。インターネットもそうだと思うんですよね。うん。まあだから、そのツイフェミの皆さんは、自分の欲求を満たすためにインターネットを使ってる。で、承認欲求を満たされるみたいな。で、その承認欲求の満たし方も、なんか幸せそうな人とかを、貶めて満たすみたいな。うん、ちょっとね、絶対にお前幸せになれないよみたいな、そういう風な使い方をしてるわけですよ。うん。まあね、なんていうかな、もうどこでそういう風な間違った道に行っちゃったんだろうねっていう風な感じですよね。うん。まあね。まあなんか歪んだ人は一定数出てくるんですけど。でもこういうのって大体なんか女なんですよね。なんか男でそれやってるの見たことないんですよ。確かね、一例だけ僕知ってるのは、その、なんて言えばいいかな。性犯罪で捕まったやつが出てきて、で、なんか男は生まれながらにして性犯罪者ですみたいなことを、意味わからないことを言って、ツイフェミからの指示を集めてた男がいたんですよ。で、そいつまた性犯罪で捕まってるんですよ。だから、そういうことなんですよね。ちょっと、歪んだ性癖をお持ちの方が、そういうことを言うぐらいしか、ないんですよ。男でそういう観測例があるのは。うん、まあね、そういうもんなのかな。ちょっとなんかそこまではわからないですけど、うん。まあなんかね、男はなんか、こう、客観性があるっちゃあるから、まあそういうのないんでしょうけど、まあね、なんか女の人は多分、その、なんて言えばいいかな。自分が満たされてないのは他人のせいなんだみたいな、そういうことを考える節があるのかな。どうなんだろう。うん、まあ男にもそういう人いると思うけど、でも、ネットの中でそういう男ってほぼ見たことないんですけどね、僕は。まあ、見たことないというか、炎上しているのが見たことないですね。はい。いう風な感じですね。まあいいや、まあちょっと長くなっちゃったんですけど、記事を読んでいこうかなという風に思いますね。まあこの辺はあんまり、関係ないんで、まあここから読むか。
と SNS 上では赤ちゃんなどのイラストとともに参気をいただきます、ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いしますとのメッセージが入れられたクッキーの写真が拡散。その後、これはいいですね、思わず笑顔になる素晴らしいもの、センス良すぎかと絶賛コメントがある一方、ブチギレ案件、別にお前の出産なんかこっちはおめでたくもなんともないし関係ない、ただの仕事に穴作っただけなんやろなこういう人、なんか誰が出産しようがあなたにも関係ないのは間違いないんだけど、あなたもこの人に絡みに行くのはちょっと違うんじゃないですかと、絡みに行ってる時点で、関係なくはないんじゃないですかっていう風な感じですよね。うん。まあだからなんていうかな、その、まあなんかみんなで貧しくなろうみたいな、みんなで不幸になろうみたいな、そういうね、ちょっとアレな思想があるんでしょうけど、まあちょっとね、赤い思想があるんでしょうけどね。うん。まあね、まあもうそういう、まあなんかそういう考え方の人が赤い思想に行くんでしょうね。うん。まあ何とは具体的には言いませんが。まあ、結局、その赤い思想の人たちも、自分たちが怠惰なことで、得られなかったことを埋めようとして、そういうね、みんな貧しくみたいな、みんな貧しくみたいなことを言ってるんでしょうね。まあ、結局なんか、その、なんていうか、なんて言えばいいかな。その、なんか、ね、60年代、70年代とか、まあ、特にそうですけど、まあ、なんか、金持ちにくいみたいな、なんかそこそこ金持ちの人が言ってるんですね。で、超金持ちの人と、そこそこ金持ちの自分では、そもそも遺伝的なね、能力が全然違うわけですよ。違うから、その差を埋めるべく、じゃあみんなで貧しくなればいいんだと。で、みんなで貧しくなった時の、国家主席みたいな、は俺なんだみたいな。そういうことを、思ってずっと行動してるわけなんですよ。ああいう人たちは。だから結局、その自分が怠けてるとか、まあ遺伝的な要素は仕方ないにしろ、なんて言えばいいかな。その自分が思い描いた通りに成功しないのは社会が悪いんだみたいな、そういうことを思っちゃってるんですよね。こういう人は本気で。だから、そういう風な、変な運動を起こすんですよね。うん、いう風なことを思いましたね。だから理想だけが異常に高くて、で、自分はその能力が伴ってないことを認めたくないから、ああいう風な、社会運動的なね、ことをやってるんですよ、でしょうね。で、その一環として、現代に残っているのが、こういう風な感じね。ブチギレ案件。別にお前の出産なんかこっちはめでたくもなんともないし、関係ない、ただ仕事に穴作っただけなんだ。浮かれるのは家族内だけにしてくれと、そういうことを言っちゃうわけですよ。うん。まあだから、こういう人に、どう言えばいいんだ。こっち側に慣れなかった人。まあ、言ったらその心の余裕があるって言ったらそうですけど、もしかしたら、自分は家族を作って幸せになれたんじゃないかっていうのに、蓋をしちゃいから、そういう願望をね、抱いてるんですよ。不妊治療に対して、配慮が足りない、不妊治療してる人に対して配慮が足りないんじゃないかっていう風な願望を抱いてるんですね。そういうことで炎上してほしい、相手が間違ってて自分が正しいっていう風な、状況であってほしいっていう願望なんですよ。うん。まあ、だからそういう赤い思想の人たちはみんな貧しくなったら、自分は相対的に上がるんだと。だから金持ちを貶めることができるから、自分は相対的に金持ちになれるんだっていう風な間違った思想を持っちゃうんですよ。持っちゃってるんですよ。うん。まあ厄介な人たちですね。まあ続きを読みましょうか。穴作っただけ、浮かれるのは家族内だけにしてくれ。あ、ここですね。不妊治療中の人などへの配慮が足りないなどといった批判の声も少なからずあり、議論が勃発。サンキュークッキーというワードが X のトレンドとなったというような感じですね。うん。まあね。まあ、これがトレンドになる。まあ、なるか。まあ、声だけでかい人がね、ブワーって拡散すると、X のトレンドに次第になっちゃうんでね。まあ、仕方ないですね。はい。怒りは、サンキュークッキーで炎上しちゃうの怖いと言及。まあ、怖いですね。不倫治療中の人への配慮がとかもわかるけど、わかっちゃダメなんですよ。それは、冒頭にも言ったんですけど、大学4年生が何々銀行から内定もらいました。それを X で投稿しました。この度何々銀行から内定をいただきました。いうふうなことを言ったら、大学3年生に対して配慮がないんじゃないかと。今から就活をする大学3年生に対して、あまりにも、なんていうかな、不用意な発言なんだと。そういうことを、炎上させられてるみたいな。そういうふうな今状況なんですよ。うん、意味がわからない。そういう風な今状況なのに、分かっちゃダメなんですよ。うん、いう風な感じですよね。
まあまあまあ、多分、謙遜というか、一回情報のつもりで、この人は言ったと思うんですけど、まあ、それでもちょっと僕はダメだと思うんですよね。これは分かっちゃダメだというふうに思います。で、そんなこと言ったら結婚式なくて、自分は独身なのに、こっちは離婚したばかりなのにとかなっちゃうじゃん。うん、そういうことなんですよね。うん。で、そもそも休むときにお菓子配る文化いらないなどと、自分の考えを綴ったと。まあ別にそれは休むときにお菓子配る。まあ例えばなんか、まあなんかいつもお世話になっているからお菓子を配るみたいな感じじゃないですかね。まあなんか、ただ単にお金稼いで終わりみたいな職場だったら、多分お菓子配らないと思います。はい。いうふうな感じですかね。うん。まあなかなかね。まあね、なんか、まあ結論から言うと、まあ、結論からって言ってだいぶ時間経っちゃいましたけど、まあ、結論、まあ、共存はもう無理なんだなというふうに思いますよね。僕、スーパーでアルバイトしてたことがあるんですけど、その、なんていうかな、やってもらって当たり前なんだみたいなのって、結構ね、女の人、年を増すごとに増えるんですよ。こういう人って。うん。男で、その、やってもらって当たり前だとか、そういうふうな、こう、態度を見せる人って、ゼロだと、思うんですよね、僕の記憶の中では。でもちろんその変な難癖をつけるやつは男でもいましたよ。でもそのやってもらって当たり前とか、その自分は何もしないけど、お前が 100% やると、なぜなら男の定員だからみたいな、そういう風な考え方を持ってるんだろうなっていう風な人は 100% 女ですね。しかも中年以上、50以上の女、という風な印象を僕は持ってます。まあなんでかわからないですけどね、その学生とか、そういう人で、やってもらって当たり前だと思ってる人ってゼロだと思うんですよ。僕の経験内で、良ければゼロだと思うんですよ。うん。まあだからね、まあまあなんかあるんでしょうね。うん。何があるのかなっていう風な感じですけどね。はい。いう風な感じでね、今回は、まあそろそろ終わりにしたいと思います。面白いと思っていただけたら高評価とチャンネル登録お願いします。それで、お疲れ様です。